こんにちは、カヌです。今日もですね、タオルとか手ぬぐいをですね、作ろうと思っているあなたに向けた、ワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、このタオルっていうのはね、皆さんよく慣れ親しんで、まあ毎朝顔洗った後にも拭かれると思うんですけども、使いますね、毎日ね。で、手ぬぐいっていうのは、もう今の若い方っていうのはあまりね、馴染みがないと思うんです。こういったものが手ぬぐいなんですけども、これは本染めの手ぬぐいですね。許可いただいて、お見せさせてもらってますけども、こういったものが、本染めの手ぬぐい、手ぬぐいというやつですね。やっぱり、この違いなんですね。で、同じようにこの綿 100% で作るもんですので、そんなにね、遜色ないような気がするんですけども、やっぱりね、使っていると、やっぱ決定的な違いがあるんですよね。で、タオルっていうのは、こちらがタオルなんですけども、まあ、一般的なこの染料のプリントのタオルで、まあ、表面がプリントで裏面がこういった形になってますね。タオルの生地になってます。で、やっぱこれと先ほどもお見せしたこの手ぬぐいの違いっていうやつですけど、まあ触った感じも厚さも全然このとこれ全然違うんですよね。厚さも違う。で、同じように手を拭って使うっていう用途は同じなんですけども、あのタオルの方は見ていただいていいようにやっぱり厚いんでですね、水分の吸収力っていうか、その保水力っていうか、蓄える力は非常に多いんですよね。蓄える力で、一方蓄えるけどもなかなかそのいいっていうことがありますね。蓄える力はあるんですよね。で、こちらの手ぬぐいの方はどうやっていうと、この水を蓄える力はあんまりないんです。ということは、まあ、例えばコップ一杯の水をポッとやったらタオルは拭き取れるけども手ぬぐいは拭き取れないっていうのがこの差なんですけども、逆に考えるとあんまりその分水分をきっちり吸収できない、蓄えることがないっていうことは発散性が非常にいいということなんですね。ということは乾きが非常にいいっていうことです。ということはまあハンカチとして使ったりするには非常にいいっていう感じですね。普通の用ざらし のハンカチなんかでもこのタイプなんですけどもいいっていうことなんですね。で、どういうことかっていうと、やっぱりすぐ乾くっていうことなんですね。タオルに比べるとこの手ぬぐいのがすごく乾きやすい。乾きやすい利点というのは何かっていうと、例えば首に巻いたりしてると汗がこう染み込んでそれを発散するっていうんで、逆に涼しいです。涼しく感じるのがこの手ぬぐいですね。首に巻いてても真夏にですね、このタオルをですね、首に巻いてでこういてるっていうのはやっぱむせますよね。マフラー巻いてるみたいになって蒸れるんですよね。逆に汗かいたりして、ね、何のことかさっぱわからなくなりますけども、これがタオル。逆に手ぬぐいっていうのは、首に巻くことによって発散するんで、吸収して発散するんで非常に涼しく感じるっていうのがこの手ぬぐいですね。だから非常にいいとこがあるんです。ただやっぱり、言ったようにその保水力っていうかその蓄える力が少ないんで、大量の水を使う場合、例えばどうでしょうね、お風呂上がりなんかでしょうでしょうね。お風呂上がりに体拭いたりするのはタオルとか向いてるんですね。手ぬぐいはあんまり向いてないんですね。ですからそれぞれ その用途っていうのが、その決定的な違いっていうのはそこら辺が違いますので、ね、その辺を頭に入れて使い方っていうのを考えていくとですね、非常にいいもんですね。タオルがちょっとねこれ熱いな、やっぱ手ぬぐいやったらそれはスッといくなとかね、やっぱその吸湿発散性がいいっていうこの利点を生かしてですね、いろんな使い方考えられると思いますので、ぜひ一度ね